こんばんは、江戸晴美です。さあ、今日もですね、お家にいようということで、テレビドラマのお話でございます。さあ、今日はですね、1975年から始まりました、あの名作、俺たちの旅でございます。まあ、同世代の方、あるいはね、世代が近い方、ご覧になった方もたくさんいらっしゃると思います。でも、若い方も見てらっしゃると思いますので、ちょっとあらすじをですね、簡単にご紹介したいと思います。これはですね、主演が中村雅俊さんです。中村雅俊さんがですね、文学座を卒業されて、もう大抜擢です。この主役にですね。もう本当にですね、今もこのジャケットを見ることができると思うんですよ。まず歌もですね、このドラマでデビューされています。いい歌声なんですよね。そして小倉圭さんの歌、俺たちの旅。もうこれ大ヒット。これがドラマのね、バックにかかるんですよ。そしてですね、主演がまあ中村雅俊さんなんですが、その他にですね、田中健さん。ね、このお二人が大学生の設定です。ね、まあ、設定がですね、その、一流のエリート校じゃない、まあ、三流の私大生だっていう、そういう設定ですよ。私が言ったんじゃないですよ。そういう設定のドラマです。そしてですね、先輩にですね、秋野大作さんです。ね、この三人がですね、いつもワイワイガヤガヤですね、青春、もう満喫してるっていうね、今で言うところの吉祥寺の、公園ですね、井の頭公園。あれが舞台なんですよ。噴水がファーってなって、そして中村雅俊さんがですね、こう大きいね、大柄で緑のね、こう、かっこいい、その、ジャケットっていうか、その、ヨレヨレなんですよ。それで、裸足に下駄っていうね、それで、長髪っていうね。でも、なんかかっこいいんですよ。そして、あの、甘い歌声。これも大ヒットしました。ドラマの最後に必ずですね、たーだーっていうね、歌が流れて、そして、詩が出るんですよ。お前がいないと寂しくなる。でも、いつもお前に会うと嬉しい。今日もお前がそばにいるみたいなね、そういう青春の、ね、詩が出るんですよ。そしてそのバックにですね、こう3人でキャッキャキャッキャやってるね、青春の姿が映ってね、本当に8時54分ぐらいに、ああ、今日もよかったなって11歳の私が感動するっていうね、本当にね、ほら言ってみたらもう20代の方が見るドラマですよ。でも11歳の小学校5、6年生の私でさえ、毎週そのドラマが楽しみでもう見てました。はい。そしてですね、この3人にはですね、憧れのマドンナがいるんですよ。まあ3人というか2人ですね、その田中健さんと中村雅俊さん、大好きな陽子さんというね、もう本当に真面目なお嬢様でいらっしゃる、この本当にシュッとした美人な彼女というかね、マドンナがいるんですよ。そして3人でいつもワイワイしてて、で、そこにたまにその秋野大作さんがこう加わるっていうね。で、ちなみにですね、中村雅俊さんの役名はカースケ。そして田中健さんの役名はですね、ダメオというね、もう本当に真面目ないいとこのお坊ちゃんなんで、ダメオって呼ばれて、それを逆側にして、オメダって呼ばれてですね、おいオメダってね、なんだよカースケっつってね。それでその先輩がですね、秋野大作さんでですね、グズロクって言うんですよね。すごいあだ名ですけど、先輩なのにグズロクって言うんですよ。おいグズロクってなんだカースケっつって。で、いつも秋野大作さんは、いいいいいいっつってね、こうなんかちょっとおどけたような先輩なんですよ。それでみんなでワイワイしてる。で、そこにですね、その陽子が、もう、何よ、で、カースケっていうあだ名があるのに真面目だから、つむらくんって呼ぶんですよ、この陽子さん。で、この陽子さんと、このカースケのこの恋模様がですね、ある会話ですね、メインになったりして、すごい切ないんですよね。なんでかっていうと、中村雅俊さん演じるこのカースケ、すごくこう自由人なんですよ。いつも自分に正直に、そして自由でいたいっていうね、そういう男の人いますでしょ？だから陽子さんにしてみればですね、だから恋人なのか、なんか好きなのか、遊びなのかよくわかんないっていうね、ずっとモヤモヤするパターンの、そういう男の人っているじゃないですか。そういうタイプなんですよ、川助さん。心のつかみどころがないんですよね。それでいつもね、陽子さん傷ついてるっていうね。でも川助は全然傷つけてる自覚がないんですよね。おい陽子みたいな。どうしたんだよって全然わかんないんですよ。その辺全然気づかないんですよ。で、逆にオメダね、田中健さん演じるオメダが、すごくこうナイーブでね、いつもその二人をちっと見てるっていう。オメダもまた陽子さんが好きなんですよ。でも陽子さんはね、雅俊さん、川助さんが好きだからそこに割っていけないんですよ。その切ないね、この甘酸っぱい青春、この恋愛のやりとも描かれてるんですよね。で、この俺たちの旅、当時やっぱ大ヒットしましたから、視聴率もいいですから、これね、半年か1年続いたドラマです。で、パート1ですよ。それが終わってから何年か後に、このね、
10年後っていうのがまたできるんですよね。俺たちの旅、10年後の再会。また視聴率いいですか？また20年後の再会っていうのがまたできるんですよ。で、最後はですね、2003年、30年後の再会、30年後の運命というね、このパートもまたできたんですよ。つまりですね、20代の時から30年後というと、カースケとかオメダは50代なんですよ。で、それを11歳で見てた私が30半ばで50になった出演者の方たちを見るっていうことですよ。そうするとですね、パート1はもう感動しました。いいな、若いって。大学生だったらあんな感じなんだ。恋とかね、いろんな就職とか悩んだりするんだって思うわけですよ。で、パート2は20年後ですから、もう社会に出てですね、まあいろいろ社会の不安とかこう。で、この30年後、まあ10年後、20年後ね、社会に出て。で、30年後になると、それまで20代だったカースケとかオメダが50代になってるわけですよ。そうするとですね、田中健さん、あれだけダメよって呼ばれてたオメダがですね、なんか議員になってたりして3期目の選挙なんてなってるんですよ。あれ、こんな大人になっちゃったんだっていうね。で、逆にカースケはですね、未だになんかフラフラしてるんですよね。で、離婚したり、子供と奥さん置いて、なんかどっか外国行っちゃったりですね。で、なんかこう、その陽子さんともですね、なんかくっついたり離れたりして。で、30代の私が、その30年後の出演者さんのその作品を見たときですね、あれ、なんでこんなになっちゃったんだろうなって、すいません、正直思ったんですよね。あの頃キラキラしてた社会に出る前の若者が、30年後の50代になった時に、なんでカースケはこんないつまでもフラフラしてるし、みんなに迷惑かけて、みんなを巻き込んで、ね。で、陽子さんの気持ちもなんか持て遊んでるような、なんか、なんでこんな大人になっちゃうんだろうと思って、なんか、ちょっとがっかりしちゃったんですよね。だから、あ、これ見ない方が良かった。やっぱパート1で終わらせとけば良かったって30代の私思ったんですよ。でもですね、私が間違ってたってことに今回気づきました。本当申し訳ありません。そんな気持ちなんです。なんでかっていうと、私、このね、YouTube を撮るにあたって、この30年後の運命、定めって読むんですかね。この回をもう一回見たんですよ。言ったら今50代の私が50代の出演者の方たちの回を見たわけですよ。そうするとですね、あの頃分からなかった30代の私の見方がいかに幼稚で、世間知らずで価値が分からなかったかってことに気づいたんですよ。つまりですね、中村雅俊さんと陽子さんだけの話に絞るとですよ、20代の頃はそうやって真面目な陽子さんの気持ちをなんか汲み取ってあげらずにフラ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 してる、それにやきもきしてる陽子さん、傷ついてたんです。ああ、もうなんでカスケわかんないの。そこはわかりました。でもですね、30年後、その間何があったかっていうと、中村雅俊さんはですね、その30年後の会はですね、陽子が死んだってよっていうところから始まるんです。陽子が、そしてですね、急いでですね、その陽子さんが最後に再婚された旦那さんのところへ行ってですね、お線香をあげるっていうところから始まるんですよね。で、実はですね、この陽子さんとその10年後にですね、陽子さんがもうそういうカースケにですね、もう翻弄されるの嫌だっていうんで、日本を旅立つ会があるんですよね。あったんですよ。私、どっか海外に行くって。そうするとですね、その鳥取砂丘のところまで追ってくるんですよ。カースケがですね、中村雅俊さんが。そして陽子を引き止めるんですよね。陽子、行くなよ。そんな外国なんて行くなよ。って言うんですよ。でもね、そこで好きだって言わないんですよ。ただ行くなよって言うだけなんですよ。そうするとですね、陽子さんはですね、その気持ちが計り知れないんですよね。なんで止めるの？そんなことを言いに来たの？って言うんですよ。肝心な気持ちを言わないからわからない。陽子さん言って欲しかったですよ。お前が好きだって。一緒にいたい。はっきりストレートに言えば伝わったのにですね、行くな。行くなよ。としか言わないから、陽子さんもやきもきして、そんなこと言いに来たの。そんなこと言いに鳥取まで来たの。そんな会が10年後に繰り広げられてたんですよ。その時ですね、小さな砂時計を買ってもらったんですよ。実はですね、そのお線香をあげに行った30年後の時に、その旦那さんが森本レオさんなんですけども、今日はありがとうございます、陽子のためにありがとうございます、あ、そうだって言ってですね、これ知ってますか、わかりますか、その時の砂時計ですよ、これあなたわかりますか、はい、
陽子と鳥取に行った時の砂時計です。陽子が買ってくれって言ったものですって言うんですよ。これ陽子のタンスの奥にわからないように着物に包んで遺品の整理をしたら出てきたんですよ。みんなお参りに来てくれた人に私聞いてるんですけど、みんな違うって言うんで、あなたですか、僕ですよ。だから陽子さんはね、その森本レオさんと再婚したんですけど、ずっとカースケを思ってたんですよね。なぜかっていうと、そのね後にもねあるんですよ。そのね陽子さんがそれ再婚なんですよ、実は森本レオさんと。1回目の結婚の時、本当は中村雅俊さん、カースケと一緒になりたかったんですよ。でもそのタイミングがずれてね、私のこと好きじゃないのねってことで別の人と結婚しちゃうんですよ。でもその夫婦生活がうまくいかなくて、やっぱり折々でね、そのカースケに相談に行ってたんですよ。でその時にですね、陽子、俺んとこ来いよ、辛いんなら俺んとこ来いよ。それはね、カースケにとってはね、告白だったんですよね。でもね、陽子さんはね、陽子好きだ、俺んとこ来いよ、俺と一緒になろう、俺愛してるよって言わないでね、俺んとこ来いよとかしか言わないから、陽子さん真面目ですから、同情なんかしないでって言って、で走り去るんですよ。そしてプルルルルルって電車がもう電車飛び乗るんですよ。あのちょうど連結部分にね飛び乗るんですよ。そうするとカースケはねって追ってくるんですよ。なんでって連結部分を見ていくんですけど、さっき入ったところに陽子さんいないんですよ。そこ雅俊さん行くんですけど、あれ視聴者的にもあれそこだったのになって、実は陽子さんはさって隠れてるんですよ。で陽子陽子っつっていないっつってプルーって電車出てくんですよ。つまりね、何が言いたいかっていうと、男の人はね、はっきり好きだとかね、お前を愛してるって言ってください。そのね、困ってる時にね、俺がいるだろうとかね、そうすると同情しないでって取っちゃうんですよ。あるいはね、いくらって言われると、いやなんでってね、その理由をちゃんと言わなきゃダメなんだよ、好きだってね。だから陽子さん真面目だから、その言葉が出ないからね、同情なのとかね、あるいはなんでそんなことだけ言いに来たのって思っちゃうんですよ。全部ずれてくんですよ。つまり陽子さんが好きだって言ってほしいときに、なんかカースケはなんかヘラヘラしてたりね、でカースケが好きだって伝えたつもりの行くなっていうのが、陽子さんにとっては行くなってどういうこととかね、もう全部その思いがずれてってるんですよ。そういうことありませんか皆さん。例えば恋愛でね、自分いいなと思っててね、もう意を決して好きですって言ったら、いや俺今ちょっと付き合ってる人いるからって言われてね、なんだって思って、じゃあもういいわと思って他の人と付き合ってると、今度そっちがうまくいかなかった人がふっと相手が振り向いて、実はずっと好きだったなんて言われたら、いや何を今更と思って、いや私全然好きじゃないしってね、そうなんかタイミングがずれていくことってありますでしょ。私それ人の話聞いたことありますよ。だ人生ってこのタイミングだって言うけど、人の心恋愛もそうなんですよね。お互い惹かれ合ってるのに、その告白するタイミングとか言い方が違うばっかりでうまく伝わらないってありますよね。で30年目で分かるんですよ、ずっと他の人と結婚してても自分のことを思ってくれてたって。実はですね、この10年前にですね、カースケはね日本を離れてね、世界外国に行こうとした時に、やっぱり陽子さんに会いに来てるんですよ。でその時にね、陽子さんはもう他の人と結婚、森本レオさんと結婚してましたから、本当はね、じゃあ俺行くわって言った時にね、陽子さんも涙流してさ、つむらくんって止めるんですよ、背中を。そしたらはって振り向くじゃないですか。えっ、そしたらね、なんて言ったかって言うと、陽子さん、私子供ができたのって言うんですよ。マサトシさんの子じゃないですよ、カースケの子供じゃないですよ、今の旦那さんの子供ですよ。子供ができたの。そしたらマサトシさんはですね、えって言うじゃないですか。もしかしたらカースケ止めてほしかったのかもしれない、外国に行くことでも。子供ができたのって言ったらもう戻れないですよね、絶対二人には。ショックなんですよカースケは。でもね、陽子さん続けるんです。私あなたと別れて10年、
一生懸命幸せになろうとしたの。そして今、子供ができたの。だから、あなたも幸せになって、って言うんですよ。そしたら、カースがそのまま額面通り受け取りますよね。あ、そうなんだ。子供ができたんだ。じゃあ、今幸せなんだね。よかったね。って思って、わかったよ。俺も幸せになるよ。じゃあ元気でな。で、厳しさを返していくんですよ。陽子さんは、それを涙で見送るんですよ。そのことがあるんで、その、お線香をあげに行った時に、その砂時計を手渡されて、森本レオさんに言うんですよ。雅俊さんが。カースケが。あ、お子さん元気ですかって言うんですよ。そうすると、森本レオさん、え私たちに子供なんかいませんよって言うんですよ。えつまりですね、嘘だったんですよ。陽子さんに子供なんてできてなかったんですよ。でもね、私赤ちゃんができたのっていうことで自分の心を踏みとどませてね、そして私のことは大丈夫だから、あなた行って、外国に行って、そして自分の人生を生きてってね。でもね、わからないんですよ、正俊さん。その言葉を聞いても、子供ができたって。え、なんでじゃああの時子供ができたって言ったんだろうって。もうわからないんですよ。額面通り取ってますから。で、東京に戻ってきてね、このいつも、あいーってふざけてた、その、ね、先輩のね、ぐずろくに聞くんですよ、秋野大作さんに。陽子。子供なんかできてなかったんだよ。なんで陽子、俺に赤ちゃんができたのなんて、あの時言ったんだろうって。全然女心わからないんですよ。そしたらね、いつも、ってふざけてたぐずろくが言うんですよ。それはなーって。陽子さんは、子供ができたっていうことで、お前を送り出したかったんじゃないのか。私は大丈夫よ。私のことは心配しないで、あなた、自分の道を行ってって送り出したかったんじゃないのか。ぐずろくさんの方がよっぽど女心わかってるんですよ。それ聞いて初めて、カースケは、陽子と思うんですよ。ね。30年目で気づくんですよ。陽子のその愛ですよ。本当の愛ですよ。自分を犠牲にしてでも本当に愛する人に幸せになってほしいっていう真実の愛に初めて50過ぎて気づくんですよ。そしてですね、私はそれを30代で見た時にね、そうやって自分勝手して翻弄して人の気持ちがわからない、そうしてカースケにですね、何やってんだろうと思ったんですよ。このおじさん方何やってんだろうって思っちゃったんですよ。でもね、ほんとごめんなさいなんです。これはね、今この50になって、今この30年後の定めという回を見たときにね、全然違う見方ができるんですよ。つまりね、30代の頃にね、やっぱ思い上がった気持ちがあるんですよ。若さってそういうもんですよ。やっぱ30代の人はね、50代、60代の年上の人を見てね、この人何言ってんだろうとか、上司を見てもちょっとバカにするとこあるでしょ。ダメだこのリーダーとかね。そうじゃないんですよ。やっぱりそれはね、その見方しかできないというのは経験も浅いですし、それはしょうがない。幼いんです。でもね、やっぱり50代、60代になって初めてその人生の機微を知る。そしてそういう生き方しかできないカースケ。これもまた人間らしいと思う。そして本当の真実の愛を抱きながら、やっぱり相手のことを思って、その本当の自分の気持ちを隠して言ってしまうその女性の気持ち、陽子さんの気持ちもわかる。なんかね、浅くしか見ることができなかった自分を恥じました。30代の頃見た時に、なんであんなにキラキラしてた若者がこんなつまらない大人になっちゃったんだろう。いや違うんですよ、自分が未熟だったんですよ。それが50代になるとね、一つの作品でも全然違う見方ができる。そして作家さんが本当に描きたかったことがね、本当にね、年を経てしかわからないことってあるんですよね。だからね、その年を取るとね、体も動かなくなります。関節も痛くなります。ね、見た目も老いていきます。それをね、劣化とかね、若い人は言うんですよ。
でもね、もちろんそれは自然の姿、そうしょうがない、バカにする気持ちもわかります。でもね、自分が年を取った時にわかるんですよね、人生って捨てたもんじゃないって。そしてですね、最後このカースケはね、吉祥寺の公園、あの時みんなで肩を組んで噴水でね、こわーって気楽だったあの若い頃をね、こう日差しをこうしながらね、回想するんですよ。そしてね、やっと一言言うんですよ。俺は本当に自分勝手に生きてきた。いろんな人を不幸にしてきたのかもしれない。その言葉の中にいろんなことが入ってるんですよね。人間は愚かだと。でもそうしか生きられないと。愛しいじゃないですか。だからね、なんかね、わあ、ごめんなさい。だから、やっぱり一つのドラマも自分が年を見ると見られなかった見方ができたりね、若気の至りだったなって気づいたりね、ほんと素晴らしい。これ芸術ですよね。だからね、昔見たドラマや映画をね、この時間にもう一回見返してみるっていうのも、今すごくいいことかもしれないなって老婆しながら思います。ですからですね、もう本当に私ごめんなさいでございました。若かった、若気の至りだったね、今だからこそ気づけることたくさんあります。だから年を取るのも悪くないな、長く生きてみるのも悪くないな、そしていろんな未熟だった自分も、はあ、愛おしいなと思うこともできます。ですからぜひね、この時間をそういうふうに当ててみていてはいかがでしょうかというお話でございました。すいません、そんな感じでございます。よろしければチャンネル登録、そしてグーボタンもお願いいたします。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。